皆さんこんにちは、天ぷらそばの J です。本日はドリームマッチ、宇宙戦艦ヤマトと銀河英雄伝説の艦隊を激突させます。宇宙戦艦ヤマトからはその最盛期にあった西暦2202年の地球連邦航宙艦隊と、銀河英雄伝説からは銀河最強クラスの軍隊となったローエングラム朝銀河帝国艦隊、一体この2つの艦隊を戦わせるとどうなるのでしょうか。この2つの艦隊が全力で戦った場合、滅亡するのはどちらなんでしょうか。早速2つの艦隊の戦力を解説、そして戦わせていきましょう。皆さんはどちらが勝つと思いますか。ぜひ動画の結果を見る前に予想をコメント欄に書き込んでみてくださいね。まず解説するのは銀河英雄伝説からローエングラム朝銀河帝国。銀河の広大な面積を支配するこの銀河帝国艦隊。銀河帝国艦隊はその質、量ともに圧倒的です。まず質から言うと、攻撃面、防御面ともに全天豪華仕様。リ・ノイエテーゼ版の標準型戦艦は全長1226メートル。非常に合理的な細いスタイルによって被弾面積も小さく、重力ドライブを使用した武装と防御手段を兼ね備えています。銀河英雄伝説の艦艇の主兵装は中性子ビーム砲、ミサイルランチャー、そしてレールガン。この主砲である中性子ビーム砲の威力は凄まじく、劇中の描写では一斉射撃で同じ戦艦級のフィールドを崩壊させ、次の射撃で同サイズの戦艦を撃沈に追い込んでいます。さらに重力ドライブを備えており、重力フィールドを使った防御手段も備えています。ある程度の光学兵器であればフィールドで無効化することが可能。さらにこのフィールドを失ったとしても、標準戦艦はバイタルパートに流体金属を使用しています。この流体金属によって敵の光学兵器を吸収、無力化することができるわけです。銀河帝国艦隊の基本戦法は遠距離からの中性子ビーム砲の発射。近距離戦ではレールガンやミサイルを使った乱戦にも対応することが可能です。そして説明が遅れましたが、今回ドリームマッチに使うのはリ・ノイエテーゼ版の銀河帝国艦隊。なぜかというと、 DNT 版の銀河帝国の方がスペックが圧倒的に高いからですね。例えば旧作アニメ版の標準型戦艦の全長は 650m、 DNT 版は 1266m と体格が2倍になっているんです。その方が勝負が熱くなるってもんですよね。さらに銀河帝国艦隊が優れているのはそれだけではありません。標準型戦艦は16機のワルキューレを搭載。この戦闘艇ワルキューレの全長は 15m、 中性子ビーム砲とレールガンを装備しています。このワルキューレ、非常に機動力が高く、スラスターを瞬時に様々な方向に向けることができるので、モビルスーツ顔負けの圧倒的な機動力を発揮します。このワルキューレの役目はただ一つ、敵のフィールド内部に侵入し、至近距離からレールガンを打ち込んで撃沈することです。実際、ディ・ノイエテーゼでは、ワルキューレによって撃沈される同盟艦艇の描写がありました。たった数機のワルキューレで全長1000メートル超えの艦艇を沈めることができるわけですから、このワルキューレを発進させることのできる中距離戦や近距離戦も銀河帝国艦隊は得意とするでしょう。しかし、ここまでの内容は実はそこまで重要ではありません。銀河帝国艦隊の恐ろしさはその物量です。質に優れている銀河帝国艦隊ですが、その量も凄まじいんですね。銀河帝国艦隊は1個艦隊約1万5000隻、それを18個艦隊運用しているので、その総数は27万隻です。全ての艦艇が標準型戦艦と同等の艦載能力を持つと仮定すると、戦闘艇ワルキューレの数は432万機です。標準型戦艦よりも搭載数が多い空母や輸送艇なども含めると、まあ妥当な数字でしょう。約430万機の戦闘艇、これはやばい戦闘になりそうですね。お次に解説するのはヤマトの艦隊。もちろん波動砲艦隊ですね。諸説ありますが、西暦2202年の地球は作中最強クラスの戦力を持っていたと良いでしょう。戦力は公式の数値は明らかになっていませんが、地球には時間断層と呼ばれる超高速で戦力を量産できるチート工場があります。一説によれば地球艦隊の戦力は1万隻単位。そんな地球艦隊の主戦力の全長は 250m のドレッドノート級です。そして脅威なのはその必殺兵器、拡散波動砲。その拡散波動砲は全長 600m 級の戦艦を一撃で粉砕するほどの威力があるジャイアントキラーです。今回のヤマト艦隊は1万隻のドレッドノート級で構成されていると仮定しましょう。そして人類の切り札、宇宙戦艦ヤマト。こいつの装備するトランジット波動砲は木星クラスの巨大兵器にダメージを与えることができるチート兵器です。そしてヤマト側の航空戦力はコスモタイガー2が主力です。主力となるドレッドノートはコスモタイガー2を15機搭載できますから、地球軍の航空戦力は15万機のコスモタイガーが展開できると考えられます。コスモタイガー2の全長は 16.6m、 銀河帝国側のワルキューレとほぼ同じ体格を持っています。それでは戦いを始める前に戦闘シチュエーションを決めていきましょう。シチュエーションは遠距離から両軍の艦隊が撃ち合い、遠距離で殲滅しきれない場合は中距離近距離戦へと移行していきます。
そして中距離戦以降は戦闘機部隊が出撃していくという想定にしていきましょう。もし主力艦隊を失った側がいる場合は、両軍は切り札兵器を発動。銀河帝国軍側はイゼルローンとガイエスブルグ、地球連邦側はヤマトが切り札として控えています。そしてもう一つ重要なのは、今回は指揮官の要素は一切無視します。銀河帝国軍では上昇の天才ラインハルト・フォン・ローエングラムに多彩な才能を持つ提督が在籍しています。帝国の双璧たるロイエンタールにミッターマイヤー、さらにディ・ノイエテーゼ版ではチート兵装を持つルッツ提督なんて言いますから、そういった提督たちは今回は無視しましょう。地球艦隊も同様に山並み提督や古代などの指揮官は無視し、全軍突撃しながらの砲撃戦を行った場合、どちらが勝つのか、それのみを考えていきましょう。今回戦うのは総数27万隻の銀河帝国軍艦隊、そして迎え撃つは総数1万隻の地球連邦航宙艦隊。それではどちらが勝つかシミュレーションしていきましょう。まずは遠距離戦闘、銀河帝国艦隊および地球艦隊が砲撃戦を始めていきます。遠距離戦で焦点となるのは地球艦隊の拡散波動砲で、圧倒的な量と質を持つ銀河帝国艦隊をいかに削り切れるかがポイントになってきます。まず1万隻のドレッドノート級が一斉に拡散波動砲を使用した場合、一体何隻を撃沈できるのでしょうか。宇宙戦艦ヤマト2202第18話ではドレッドノート級が放った拡散波動砲は14のビームに拡散しています。さらにこれら一つのビームは 600m 級のサイズであるカラクルム級を撃沈しています。しかし今回相手にするのはカラクルム級の約8倍の体積を持つ銀河帝国標準戦艦。さらに標準戦艦は重力フィールドを持ち、光学兵器をある程度無効化、さらに流体金属まで備えています。おそらく拡散しきった波動砲一撃で銀河帝国艦を撃沈するのは困難で、最低でも2発使わなければ標準戦艦を沈めることは不可能でしょう。つまり1万隻を持つ地球艦隊は1隻につき14発に拡散する波動砲を放ち、一撃の拡散波動砲につき7隻の銀河帝国標準戦艦を沈めることに成功すると考えられます。しかし 250m 級の戦艦が7隻の 1200m 級の戦艦を沈められるというのは馬鹿げた威力ですね。では銀河帝国艦隊の主撃はどうでしょうか。銀河帝国艦隊の持つ中性子ビーム砲は大型艦艇のフィールドを一撃で破壊し、さらにもう一撃で大型艦を沈めることができるので、銀河帝国お得意の主砲戦車3連であれば遠距離からドレッドノート級艦隊の前衛部隊を完全に撃滅させることは可能です。波動防壁も数発で無力化し、ドレッドノート級を消し済みにしていきます。銀河帝国は初撃で7万隻の艦隊、すなわち4個艦隊相当を失いますが、銀河帝国艦隊は距離を詰めていきます。しかしその間、地球艦隊はもう一度波動砲を一斉射撃し、さらに7万削り取っていきます。遠距離戦で銀河帝国艦隊は27万隻のうち14万隻を喪失。しかし地球艦隊も残存する帝国艦隊14万隻の中性子ビーム砲の攻撃で、前衛艦隊の全て戦力の3分の1程度を失うことになるはずです。つまり遠距離戦が終わる頃には13万隻の銀河帝国艦隊と7000隻の地球艦隊が残っている状態になります。さてここからが本題です。中距離戦ではお互いの航空戦力を絡めた殴り合いが勝負の鍵になっていきます。地球軍側は残り7000隻のドレッドノートに10万機のコスモタイガー2を戦力に残しています。一方の帝国軍側は残存する14万隻と224万機のワルキューレが残っています。中距離戦ではドレッドノート艦隊のショックカノンによる連射とコスモタイガーによる爆撃などが期待できますが、銀河帝国軍側のワルキューレ部隊の数は凄まじく、20対1のバランスでコスモタイガー部隊は一方的に殲滅されていきます。遠距離戦では波動砲艦隊が優位でしたが、中距離戦では帝国軍側が圧倒的に有利です。ワルキューレの展開と中性子ビーム砲にレールガンなど 1200m 級の艦隊に搭載された圧倒的な武装でドレッドノート級を蹂躙していきます。ドレッドノート艦隊は中距離で拡散波動砲を使い、なんとか抵抗し、帝国軍艦隊をさらに7万隻削り、ワルキューレ部隊も巻き込み、半数の100万機を削っていきます。しかし、すでに近距離戦に突入した時には、銀河帝国艦隊残存6万隻とワルキューレ100万機が残っており、地球艦隊に襲いかかっていきます。一方の地球艦隊は中距離戦で航空戦力を完全に失っていますから、残るドレッドノート5000隻程度で乱戦に巻き込まれていきます。ドレッドノート1隻につき、ワルキューレ200機と12隻の銀河帝国軍艦隊を相手にしなくてはならないので、これは一方的に蹂躙され、地球側の敗北は決定するでしょう。そして地球側は切り札であるヤマト大先生を出撃させますが、時はすでに遅し。いくらトランジット波動砲で戦場をなぎ払おうとも、6万隻の銀河帝国艦隊と100万機のワルキューレをたった1隻で捌き切るのは不可能です。100万機のワルキューレってやばいな。つまり銀河帝国艦隊と地球艦隊を真っ向勝負で激突させると、銀河英雄伝説の銀河帝国の勝利になると考えられます。
何より帝国軍側は防御の質が高いのと圧倒的なワルキューレの数がその強さです。コスモタイガー1機につき20機のワルキューレを相手にしないといけないというのは無理ゲーですし、ドレッドノートがいかに優れているとはいえ、ワルキューレ200機を相手にするというのはもうこれは無理ですね。今回は指揮官の能力は考慮しませんでしたが、本来であれば山並提督は距離を取りながら波動砲連射を画策するはずなので、銀河帝国軍のワルキューレが活かせる距離にそもそもたどり着かせないというのも考えられますよね。しかしそこは銀河帝国軍側には上昇の天才ローエングラム校がいるので、指揮官の戦術や腕前を加味すると勝負の行方はまた分からなくなってしまいますね。さて今回は地球連邦航宙艦隊の敗北という結果になりましたが、皆さんは納得いきましたか？そしてもし指揮官を加えたらどちらが勝つと思いますか？ぜひ皆さんの意見も教えてくださいね。また今度はこの艦隊を戦わせたいというのがあればぜひそちらもリクエストください。このチャンネルでは様々な SF 作品の解説考察をディープにやっています。もしよかったらチャンネル登録お願いします。それでは皆さん次の SF でお会いしましょう。誰も聞いてないのでおまけコーナー。さて今回は地球連邦艦隊の敗北となりましたが、やっぱりこれって考えると銀河規模の艦隊が地球に攻め込んできてやっと負けたみたいな、まあ、そういう話なので、ローエングラム校が18個艦隊全てを地球にぶつけるなんてのはありえないですよね。もう地球規模に一体何があったんだって話になりますから。